ユリアン・マルフレフスキ、ユリアン・バルタサール・マルフレフスキは、ポーランドの共産主義者、ユリウス・カルスキというペンネームで執筆活動を行っていた。ローザルクセンブルク、レオヨギ・ヘスラと共に、スプローア・ロバート・ニックスを発刊。ローザルクセンブルクと共に、ポーランド・リトアニア王国社会民主党を創設した。ボリシェビキに加盟、革命失敗後ドイツへ移民した。 ドイツ社会民主運動に参加、左派を決闘させる。ポーランドソビエト戦争において、ポーランドとの交渉役に従事。1920年、ミハイル・トゥハチェフスキー指揮下で赤軍が攻撃する中、ビアウィストクのプロビナネル・ポーリッシュ・レボリューショナリー・コミッティーに合流し、ポーランドソビエト共和国を宣言する計画であった。ロシアの西部国家マイノリティの共産主義大学、カンムズで、 初代学長となる、ありがとうございます。